サロンの皆様こんにちは、遠藤です。本日の動画をお届けします。よろしくお願いします。今日はちょっとキャリートレードっていうことについてお話ししたいと思います。こちら、ブルームバーグの記事からヒントを得たわけなんですが、ブルームバーグの記事で円よりスイスフラン、キャリー取引調達通貨、ステートストリートとシティというふうに、昨日の記事なんですが、ステートストリートのハード氏は円に対してフランをショート、ステートストリートっていうのは有名な信託銀行ですよね。世界の中でおそらくグローバルにはナンバーワンの銀行かなと思う、信託銀行としてはナンバーワンの銀行かなと思います。どういうことかっていうと、お客さんの資産をこう預かって、いろいろな取引をしてるというか、その信託、資産預かるという意味の、では一番大きい銀行ですよね。あとはフランは年末まで1フラン160円台に下落、シティ、これはシティの予想ということで、キャリートレードの調達通貨としてトレーダーは円の代わりにスイスフランを選び始めているという、まずここのところですよね。円が今まで売れられてたんですが、今度は代わりにスイスフランを選び始めているということなんですが、どういうことかというと、まずは皆さん、キャリートレードっていうのは何ですか。よくお耳にすると思うんですよね、キャリートレード、キャリートレードっていう、特にこの2年ぐらいはキャリートレード、円キャリートレードが流行ってましたんで、そこから行きたいと思います。まずキャリートレードっていうのは、定義としては低金利通貨を売って高金利通貨を購入して、為替リスクを取りながらフォワードポイント、金利差分の金利を稼ぐ取引をキャリートレードと言います。キャリーっていうのは2国間の金利差イコールフォワードポイントって考えてもいいですね。皆さんが円売りをしてると、今スワップポイントをこう受け取ることができますよね。それっていうのは、皆さんがドルを買って円を売ったとしたら、ドルの金利を受け取って円を買った人に円の金利を支払うことになるわけですね。で、その金利差っていうのはドルの方が今 5% ぐらい、金利差 5% 以上あるんで、 5% 分の金利を受け取って、0.1% の金利を払うんで、差し引き 5% ほどの金利の受け取りになるっていう、そこがキャリーを受け取ってるということで、フォワードポイントを稼いでますよというところですよね。低金利である円を売って高金利のドルを購入して、その金利差のあるフォワードポイントを 5% 分をフォワードポイントとして受け取ってる。これが皆さんが今ドル円とかを買ってたら受け取るフォワードポイントです。で、ポジティブ、その中でポジティブキャリーっていうのは金利差を受け取ること、高金利を買うことですね。ネガティブキャリーっていうのは金利差を支払うこと、この時は高金利の方を売るということなんです。ただこれ広い意味で言うと、外貨預金とか外国債券の投資もキャリートレードになるわけですよね。例えば日本人が外貨預金をするのであれば、円を預けてドルの金利を、ドル預金をする。で、外国債券を買う時も円で、ドルとかの米国債なんかを買う。これも広い意味ではキャリートレードになります。金利を稼いでいく。で、狭い意味ではこの FX がキャリートレードっていうことになると思いますね。この FX っていうのは我々個人投資家のスワップ取引も、超でかいヘッジファンドの取引も全く同じです。構造は一緒になりますね。で、じゃあなんでスイスが今注目され始めたかということなんですが、その前に日銀というのは世界の中でずっと、先月まで金利を上げずにマイナス金利で世界一、世界一ですよね、金利が低い国だったんで、やっぱり円を売って他の通貨を買ってれば何でもポジティブキャリーだったわけですよね。メキシコペソなんて一番こう金利差稼げてたわけなんですが、ですから円キャリーはずっと続いてた。これ昔から円は低金利通貨だったんで、円キャリーの方で、円キャリーって言われるのは円が低い、金利が低いので売られる通貨で、円というのは有名だったわけですよね。でも今回日銀割り上げして、なおかつ、すごい円安なんで、日銀としては円買い介入、ドル売り、
ドル売り円買い介入の可能性があるんで、ある意味円を売ってると危ないわけですよね、介入に引っかかるという、まあ、介入してもおそらくそんなに下がらないだろうっていう、そういう相場感はあるかもしれないけど、少なくとも介入が来るっていうのはキャリートレードにとってはマイナスの材料ですよね。なおかつ日銀が金利を今まで全く大規模介入をしてて、安心して金利面から言えば安心して円を売れてたのが、今度はもしかしたら一旦マイナス金利を解除して金利差縮まって、さらに利上げの可能性っていうのもあるわけです。少なくとも方向性としては、利上げ方向に今後は向かう、据え置きから利上げですよね。一方で SNB は、前回会合で1回利下げをして 1.75 の金利を 1.5% まで引き下げました。なおかつマーケットではこれ 1% ぐらいまで政策金利下げるのではないかなというふうな可能性が話されています。まあ、これは実際そうなるかどうかは分かんないですけど、少なくとも利上げ方向ではない、利下げ方向、次のアクションは据え置きか利下げ方向です。一方日銀は次のアクションは据え置きか利上げ方向です。この方向性の違いからやっぱり、スイスの方がいいんではないか。なおかつスイスフラン、今まで、スイスもインフレだったんでインフレを抑えるために金利を上げました。なおかつスイスフラン外介入をしてスイスを強くしてインフレ、輸入物価を抑えるということをやっていました。ただ、前回の、会合の声明で今後は介入もするよと、ただその介入はスイス買いじゃなくてスイス売りになるっていうことですよね。やっぱり高すぎるスイスっていうのはスイスにとって、輸出企業にとってはマイナス材料なんで、やっぱり今後はある程度少しスイスはや安くなってほしいっていう、やっぱり SNB としては意図があるんで、介入するとしたらスイス売り介入になります。こうやって見ていただいて分かるように、日銀とスイス国立銀行の金融政策って真っ向から反対なんですよね。ですから日銀は利上げ円買いなんで、キャリーにとってはまだ金利差があればまだまだ円を売る余地っていっぱいあると思うんですけど、でも政策方向としては利上げ円買いということで、キャリートレードの、売る方の通貨としては良くない。一方でスイスフランはまだ 1.5% 金利あるんで円よりは金利高いですけど、今後は利下げおよびやるとしたらスイスフラン売り介入なんで、ですから今後は 円売りもいいけど、スイス売り、スイスで、を売って他の高金利通貨を、スイスより金利が高い通貨を買う方がいいんじゃないかっていうのがこの記事の内容なわけですよね。まあその記事としてはこんな風に書いてあって、今後はそのステートストリートの通貨担当シニアポートフォリオマネージャーのアーロン・ハード氏は、まあ、今後は円が唯一のキャリートレードの売る方の通貨だったが、資金源だったが、政策サイクルが変わり始めた今はフランはより魅力的な資金源になるということで、円とスイスフランの2本立てで売るのがいいんではないかというようなことを言っていますよね。で、一方でフラン安さらに進むんじゃないかということで、円高、スイスに対しては円高になるんじゃないかっていうような、まあ、そんな話もこう出ていますよね。直近ではスイス円のショートが機能したっていう話をしています。で、今まではキャリートレードの調達通貨として、ずっと円が使われてたんで円売りが行われてたんですよね。世界中が円キャリートレード、円を売ってより高金利な通貨を買ってたんで、そのことが円売りをで円安の材料の一つになってたわけなんですが、今後はスイスを選ぶ人たちも出てくると、投資資金あるいは投機資金の、今までそういうキャリーをやりたい人の資金が全部円に向かってた、円売りに向かってたのが今度はスイス売りに向かう可能性もあるんで、円 の売り圧力を和らげるんではないかと、まあ、そんなことを、ここでは書かれていますよね。まあ、高島治さんってこの有名な、シティバンク東京の通貨ストラテジストなんですが、
まあ、彼はレポートの中でこれまで円に集中していた資金調達通貨としての下落圧力の一部がフランにシフトし、円に対する全体的な下落ち圧力が弱まることに寄与するだろうというふうに分析しているということなんで、まあ、ここら辺ちょっとシティなんかはフラン円は167円前後から160円まで下落するんじゃないかっていうシティは予測してるみたいですね。はい、まあキャリートレードからっていうところなんで、ちょっとスイスフランも確かにこう売られてますよね。まあこの時にどういうキャリートレードをするのかというので一つヒントとしては、今日は為替の需給の中で買収M&A ですねのフローが市場を大きく動かす可能性というお話をしたいと思います。まあ、これをやろうと思ったのは、もう皆さんご存知のように18日に日本製鉄が US チールを買収するというニュースが日経新聞に出ましたね。この買収2兆円規模のかなり大規模な買収です。まあ、当然アメリカの会社を買うわけなんで、日本製鉄としてはドルが必要になってくるわけですね。いろいろなケースがあるんですけど、買収の場合は株式交換であるとか、この場合は買収資金を銀行と話し合っても融資を取り付けることができるみたいなんで、やはり円をドルに変えるっていうプロセスがあると思うんですよね。まあその日本製鉄自体がドルを持ってる可能性もあるんで、どれぐらいこう新たに借り入れを起こしてそこからドルにお金を換えるかっていうのはまだ不明なんですけど、とにかく2兆円規模というとかなり大きいドル買いが必要なんで、まあ、こういうものが市場を動かしますよっていうお話をしたくて、この動画を作りました。でまずはまとめたいと思うんですが、買収に絡む外貨買いで市場が動く可能性があります。もちろん海外企業が日本企業を買う場合、円買いが必要になってくるので、まあ、それで円買いになる、円高になる可能性っていうのはあるんですけど、日本に大きな買収されるっていうのがあまりやっぱりないんですよね。むしろ日本企業が海外企業を買収するケースの方が多いんで、やはり外貨買いという円安に向かう方向の需給が出る可能性の方が大きいわけですね。ただこの買収に絡む外貨買いっていうのは時期が正確には分かんないんです、正直言って。まあ、これ一つには、その時期が分かってしまうと市場が動いてしまう可能性もあるんで、こっそりやるっていうことですよね。その買収する企業が銀行とか証券会社に頼んでドル買いあるいは外貨買いをするわけなんですが、まあ、それはやっぱりこっそり分かんないようにするっていうことが一つ。あとどの時点で外貨の調達を始めるかですよね。当然今みたいにまだこれ正式な合意がなされてないですし、アメリカの鉄鋼労組が反対してるっていうこともあるんで、米国の政府の承認が必要になってきますよね。まあそこで承認が出て初めて、外貨を調達しに行くわけなんで、今すぐにということではないし、そういう、いろいろなケースがあると思うんですが、やっぱりその時期が分かんない。ただなおかつ時間をかけてゆっくりやる場合もあるんで、急に一気にやる場合は市場が大きく動きますけど、時間をかけてやる場合っていうのは動き方も緩慢になってくる可能性がありますよね。あとは、日本の海外企業の買収っていうのは、まあ、それぞれの年間によって違うんですけど、10兆円ほどを例えば22年だったらありまして、この円売りの時給っていうのもこの長い時間軸で考えると円安になる材料になってる可能性もあります。例えば2022年なんかは20兆円ぐらい貿易赤字がありました。まあ、それに加えてこのように10兆円ぐらい海外企業を買う必要があるとなると外貨買いがあるんで、トータルで貿易のための輸入のための外貨買いと、例えばその買収のための外貨買いで30兆円ぐらい外貨買いをしなきゃいけないっていう、まあ、そういうのもあるんで、
長期的に見てこの円売りの需給っていうのが円安の材料にもなるわけですよね。あとはそのやっぱりドル円のマーケットっていうのが大きいので、それ以外の通貨の方がインパクトがある場合があります。英国企業とかオセアニア企業の買収の時、やっぱりポンドとかオーストラリアとかニュージーランドドルが動くケースがあって、まあそういうところの方が市場規模がちっちゃいんで、もちろんその2兆円とか3兆円というのがそうそうあるわけではないんですが、やっぱりオセアニア5ドル円とかポンド円が動く可能性っていうのが米国企業の時ドル円よりは動きやすいっていう傾向はあるようです。あとかつて、大きな買収といえばソフトバンクのスプリントとアームの買収があるんで、まあ、これは後でゆっくりお話ししたいと思います。でまずはこのように買収していくのはどのぐらいあるかっていう、これ国際収支の統計なんですが、令和3年の場合っていうのは直接投資、まあこれ海外に対する買収ですよね、やっぱり10兆円ぐらいあるわけですよね。まあその年によっていろいろ違うこともあると思うんですが、まあ大体10兆円ぐらいありますよというところですね。こういうのジェトロの統計とか、日本銀行の統計なんかを見て、まあそういうのが、出てきますので、まあそれはすぐにマーケットをこう動かすのに必要な、知識ではないんですが、大体このように今だと年間10兆とか、それ以上海外企業を買うケースがあるんで、まあ、そういう場合はやっぱり円売りの材料になるわけですよね。それに加えて例えばこれ令和3年だったんで、貿易収支赤字とかサービス収支っていうのはこれ4兆8千億円ぐらい赤字ですよね。サービス収支っていうのは、特許料の支払いであるとか、あとアマゾンとかグーグルとか使うとそういうのの支払いっていうのがあるじゃないですか、まあ、そういうのが実は貿易の赤字だけではなくて外貨を買う材料になってるっていうことですよね。でやっぱりアメリカに対するものが一番やっぱり多いですよね。パーセンテージでいうと 36% ぐらい米国なんで、やっぱり米国に対する買収っていうのが、やっぱり多くあります、まあ、3兆円とかそのぐらいあるわけですよね、まあ、こんなように、海外企業を買う場合っていうのは非常に大きくマーケットを動かすっていう可能性があるわけですね。で先ほど申し上げたソフトバンクのケースっていうのを見てみたいと思うんですが、もちろんいろいろな企業が海外の企業を買ってるわけなんですが、ソフトバンク過去2回すごく大きな買収をやりました。2012年10月、まあ、15日に決定をしたわけなんですが、アメリカの電話会社スプリントの買収ですね、この時 1.5 兆円ぐらい使ってるわけですよね。でその時マーケットがどうなったかっていうと、これ2012年の10月11月です。それまで78円ぐらいで、はい、皆さんこんにちは、遠蔵と申します。今回はオンラインサロンにご興味を持っていただきありがとうございました。このオンラインサロンの説明をしたいと思います。まず私遠蔵と申します。米系のシティバンクという銀行で、為替ディーラー大体25年ぐらいやっていました。銀行を辞めた後は FX トレーダー、日本の個別株、日経平均、先物、オプションなどをトレードして今個人投資家をやっています。大体30年ぐらい私金融市場にいますので、まあ、そこで得た知識とか自分のトレードのノウハウをお伝えしたくて、このサロンを始めました。で当サロンの説明をしたいと思います。私の経験をお伝えする上で3つお伝えするものがありまして、だいたい相場のレポートを月22本ぐらいアクティビティというところに投稿しています。でその投稿する内容なんですが、こちらは私の現在のポジションの情報、オーダー状況などをお伝えします。あとは朝会という YouTube の動画を毎朝やっていますが、まあ、それの補足説明をする、あるいは速報として臨時でマーケットが動いた時とか指標が発表された時の臨時投稿をしています。
で、こちらのアクティビティなんですが、まあ、このようになっていまして、ここで今まで投稿したものが見れます。このアクティビティに関しては無料で見れますので、こちらのお気に入り登録ですね、お気に入り登録をしていただけるとどなたでも無料にで見れますので、まずはこれを無料登録して、お試しください。で、例えばこの無料で出しているアクティビティのレポートなんですが、こんな感じで書いていますね。まずは4月13日 CPI で動いたことを説明しています。このようにどのように動いたかっていうことを説明しつつ、チャートなどで説明していますね。はい、当サロンはこんな人におすすめということで、投資対象としてはやはり FX を中心に日経225の先物とかオプション、あるいは米国株、まあ、ここら辺を取引されている方にとっておすすめです。あとやっぱりさすがに初心者の方っていうのは少し難しいかなと思うんですが、トレード経験としては半年ぐらいあれば大丈夫かと思います。その他にも金融市場全体の知識を身につけたい方、ファンダの勉強をしたい方、専業トレーダーを目指している方、今よりも投資収益を伸ばしたい方、まあ危機的な状況になった時イレギュラーな材料をどう判断するか悩む方、前日に起きた金融市場の判断をしたい方、金融機関のプロはどういうふうに見るのか、そこら辺を知りたい方にとってはおすすめです。で、こちらで、メンバーになっていただくとこのような特典があります。まず2ヶ月以上継続して参加された方には、円蔵の短期トレード手法レポートというのがございます。まあ、こちらをご提供します。あとは限定動画ということで月14本ほど限定の動画をお伝えします。まあ、これの動画に関しては円蔵のマーケットサテライト動画ということで、朝会の内容などを詳しく、あるいはマーケットの動きを詳しくご説明しています。どんなものかというとこんな感じになってますね。この回は ISM のお話をしてるんですが、はい、このように動画の解説をしています。あとはタイムリーな動画以外にトレード学習 How to コンテンツ動画というのを月2本ほど出しています。これはどのようにトレードするのかということとか、私のノウハウをサロンのメンバーの方にシェアしたいというような動画です。例えばオプションのデータの利用法ということで、このようにオプションの大きなオプションがあるとき、マーケットにどのような影響を与えるのかというようなハウトゥーのコンテンツをここではアップさせていただきました。その他には限定ライブということで、月1回サロンのメンバーさん限定でライブを配信します。またその時々の相場状況において重要なことがあった場合、速報とかで臨時のライブを不定期で配信したいと思います。特典4としては円蔵のマーケットお悩み相談ということで、直接私が皆様の お悩みにお答えします。まあ、こちらはキャンプファイヤーのメッセージ機能から順次受け付けていきます。あとは不定期な動画などで、あるいはライブをやってお悩みの答えをしていきたいと思います。あとはオフ会ですね。やはりオフ会でトレード孤独なんで、皆様でトレード仲間を作っていただく、あるいは私が直接皆様とお知り合いになってより一緒にトレードしていくという感じで、不定期なオフ会を開催していきたいと思います。まあ、こちら頻度とか場所とかまだ決まってないんですが、できるだけ、たくさんやっていきたいと思います。で、このコミュニティの思いとしましては、やはり先ほど言ったようにトレードっていうのは孤独な作業でメンタル非常に影響しますよね。私も長年プロとしてやっていても厳しい時、苦しい時っていうのがあります。まあ、そういうような時どういうふうにそこから抜け出すか、あるいはどうやってトレードをしたらいいか、やはりみんなの知見を集めて、私だけではなくてトレード仲間を集めてみんなで相場に対して、買っていきたいと思いますので、そんな思いがあって、このサロンを始めました。はい、最後に安全ポリシーとしては初月無料になっています。で、2ヶ月目から会費をいただく形式になっています。こちらキャンプファイヤーの場合、こちらにお入りいただいた時から月末までが初月という判断になっていますので、できるだけ長く見ていきたいので月初に入っていただくのがお得かと思います。あとは、解約はもちろん自由になっています。
まあ、そのような感じで、サロン頑張って、進めていきたいと思いますので、ご興味あればぜひよろしくお願いします。